ファイボール。本人の希望を聞いた方がいい。チームを蹴ってまでやるか、チームに出ながら攻撃したらまあできなくなるかな。さあ、では、アースラナイン。お互いのキャラクターは、まあ、おそらく、ピット村人ですかね。先ほどの勝者側決勝では、まあ、一番すごかったと思うシーンを切り出すのであれば、あの、ラナイさんが横スマを構えて、その場から DJ から打って、撃墜したシーンですね。僕、あれ見た瞬間、椅子から転げ落ちるのありましたから、ね。いや、そこで見るんかい、みたいな。さあ、しかし、アースラももちろん、ね、先ほども意気込みを聞かせてくれました。リセットをまずすると。さあ、その2本取ることができるか。それでは参りましょう。最終決戦、スティギア戦場です。行きましょう。3、2、1。さあ、まず第1戦目ステージは戦場。さあ、お互い両方ミス。おっと、外側に出ながらの空中後ろをガードして空中ニュータルでまず先手を先制攻撃を決めたのはアースピット。さあ、外側にハニワを出しながら、ちょっともう一度外側にハニワ、これは何でしょう、安定のミスなのか、そういうターンは。さあ、ボーリング、しかしこれは下には落ちない。現時点ではアースピットかなり押している。 44% 台、 0% まだ1ダメージも受けておりません。さあ、クエヌ、今日のアース様はこれあれですね、主に流線でなんですけれども、このショートジャンプ空中ニュージャラルを非常にうまく使いこなしてますね。この空中ニュージャルがね、また弱点も出ない技なんだわで、回避もされて牽制としても強いと。なので最初の奇跡を使って、とりあえずそのまま撃墜されるというリスクは避けました。この判断の速さ。さあ、しかし当然それをチャンスばかりに、ラナイ村人もダメージを稼いでくる。さあ、44対66、そして76に向けて、さあ中央から、さあ上浮かせてキャッチ狩りをしたい。さあ、スピッチをここで空中ニュージャルを打っていく。さあ、村人裏側に回ってジャック攻撃を2発からの空中ショー。さあ、ここでおっと追撃しに行こうとしたところに、ラナイ村人の空中ニュージャル暴れからの、さあ植木橋から、そして掴んで下投げから天気台中心、おっと、うまいグシャブレーに対して反撃のバウンドキャンセル空へ。さあ、息をつく暇もない、この最終決戦1本目。オーダーが 1% は 88%102% と、そろそろ激戦が見えてきます。さあ、崖上がり反転ニュージャル B で短距離を崩す、ハニワダスがオープン前ダッシュしていったところ、しっかりダッシュ掴んでいる。ダッシュを見てから掴んでいるが、さあ、クエ大の身のやられた、ラナイムラビットやりにくそうだ。さあ、しかししっかり降りてくる、ジャクジャクと。さあ、クエの奥がこれはしっかりとピッタッと、横スマ2段目のヒット。さあ、ガードから反撃をしたかったところですが、ここはしっかりと、それよりもまあ、ミスってしまいましたかね。さあ、クエのガードして、おっと、これは横スマじゃない、横 B に対して上スマッシュはしっかり甘さです。ダッシュアッパー、アースさんが自分自身でもあまり振らない状況でダッシュアッパーをここで決めてきた。さあ、勝負どころ分かっているアースピット、このまま勢いに乗って1本目戦を制することができるが、さあ、104%対20%、市場が酔い出し、ハニワオフィス。さあ、ここでハニワをガードさせてからの掴み確定している。さあ、掴みがこれは間に合わない、グラフの掴みは遅い。さあ、ここでアースピットオープン。さあ、ここで大上からずり落ちキャンセルしたところにしっかりと上、サブの数が2個以上だったら激戦でしたが、さあ、ここはラナイムラビトもさすがに毎回3個引くわけにはいかないですね。さあ、空中後ろクリミット顔面が潰れるが大丈夫か。さあ、空車で暴れて156%、おっとこれはしょうがないさすがに激戦。さあ、0対 42% ビハインドは 42% だが、ラナイムラビトならここからでも余裕で返してくるでしょう。さあ、全然わかりません。ひたす回して、まず踏み出していく。さあ、うまい、ハニワの生成、スピンダッシュ掴みを差し込んで、上から状況重視。さあ、クエの木、これが強い。クエから、おっと、あっと、落としてしまった。さあ、今のはね、むしろダウンしてしまうので、ダウン面に行くのかと思いきや、なんですね。でも、極めて言って、今の。やられ状態になったことは微妙な線でした。さあ、ハニワから。ジャックをガードさせて、さあ、うまい、ジャックをガードして会場からのスマッシュ、迷いなく反撃。さあ、空車を当てて浮かせて 112%。 さあ、そろそろ決着が見えてきたが、しかしまだ分かりません。おや、これはまさか試合終了か。さあ、降りてきて、お互いが左右に並ぶが、並び立つが、さあ、また上と下の構図、後ろをガードさせつつ振り向いてのジャック、反撃を許さないラナイムラビット、しかしここで DA を差し込んで、さあ、スピット、あと飛行士、あと飛行士、空中後ろ、
147%、 158%。 さあ村人、このパーセント差 100% 差以上、ここから取り返せるか。さあ熊谷スティーグ、さあ飛ばして、おっとこれにはしっかり組めない反撃。さあ DA、 おっとこれはない、ボーリング怖い、ワンチャン狙ってる。さあ掴んで後ろ投げ、さあ前でも上でもなく後ろ投げ、ダメージを稼ぎつつ激痛用に大きく取っておくような感じですかね。さあ今読み出る前投げから、しかしこれはまだ激痛しない、後ろ側に埴輪を出してと緩和している。さあここで空襲後ろ当てて、ちょっと分かんなくなってきたぞこれ、あれ、まさか。さあ斧確定 84%、 もう分かりません。パチンコから、あーっと、いやまだ大丈夫、うん、そうですね、際どいところでした。しかしもう本当に分かりません。逆逆クエ、怖い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 、うまい、クエシャから、おっとクエシャバリ、怖い怖い怖い、おっと水を巻く、うまい、ほんとこれまさかクマで撃墜か。さあ弓矢をためてこれを奪おうとするが奪えない、あそこも当てないようにしている、掴んでいるよ、見ている。さあまず1本目は飛鳥選手、さあリプレイお願いします。いやー途中まではアースさんが常にリードを重ねて、これ1本目は安定した感じで取るのかと思いきや、ラナイ村人の逆襲、そして最後にしかしハニワをガードしての前投げで、やはりアースピット、その粘り強さ勝負強さを見せて1本目を取り返し、取っていきましたね。では2本目参りましょう。ここで、アースピットが勝てばリセットの上本当の最終決戦、ラナイが勝てば、最終決戦3本目突入します。さあステージはスマ村、村人のホームステージその1、村人だけホームステージ2つありますからねこのゲームね、一般的なルール。さあハニワ出して一気にダッシュして弱攻撃で崩していく。さあ先ほどはね、先制パンチを食らわしたのはアースピットの方でしたが、今回は占い村人が先制攻撃。さあしかしそのパーセントさわずか3、クジメ3個、先ほどは壁の歩数あんまり良くない感じでしたが、今回は3をいきなり出していく。さあうまい掴みをしっかりとバックステップで避けて、そのままリエージの反撃転じていく。さあ空中手のパチンコ様子見からお互いおっとうまい、空中下下り際の空中前に対しての DA 差し込み。さあスピットのこの差し込みのうまさが光る、掴んで上投げから、さあここで村人はライトウェイ避難。さあここでハニワプラス植木鉢のね、テンプレコンボ、テンプレコンボというかテンプレ飛び道具。さあ木も生やしてハニワも出して弱三段で追いやる。さあうまい、ハニワの生成スキルを DA で勝っていくアースピット、あおっと空中前。さあその場回避に弱は刺さらない、弱2段目をガードしたところで一旦ショートジャンプで距離を取るが、そこにもしっかりアスピット DA を置いている。さあうまい、ウエスマッシュ撃墜はできないものの大ダメージ。さあこれはかなりアスピット有利状況か。さあ空中しろ、お互いに空中しろ、特にフィットの空中手段はもう端っこで刺さればね撃墜ができるであろうという。さあクーマへ、さあフィット外へ追い出して、おっとうまい、素晴らしい今の反撃、ジャスガからの DA、 横スマッシュ素晴らしい、ウエスマではなく横スマッシュ、きっちりと外側ラインがない方へスマッシュを決めていく。さあ下投げから空中手段を狙っていくが、これを避けている、掴みは使って空中手段で半角。さあ埴輪を出しつつ、おっとボーリングを狙っていくが、これは冷静に左返しからのジャックで処理。さあ埴輪を出しながら崖を登ってパチンコを牽制、じゃあこいで、さあピット後ろから DA で強襲、しかしガード。さあここでピットを外に追い出した村人、木を植えつつ、いやじゃない草を生やしつつ、さあここでおっと、さあ植えましてホールドしているが激戦にならずギリギリ足りない、横強ジャスガからの DA で反撃取っていく。アースピット、さあ埴輪からここで着地狩りの斧、横合いの吹っ飛ばしが非常に強い、この斧脅威の発生6フレーム、あこれはハメか、危ない、キャラクターによってはあのスマムラの、ね、おっとボーリング跳ね返す、キャラクターによってはあのスマムラの異様台の異様に合わせて弱攻撃をねひたすら叩き込む村人のコンボありますから、ね、人は浮きすぎるので多分できなさそうな感じですが、さあ空下手浮かせてクエスマシューマイ、さあパーセント再び逆転、あすがリード 5% だけですが 5% がわからない。さあお互いの様子見ダッシュつかみで均衡を打ち破っていく。
62%、87%。さあ草からの木を生やして木を殴って、ヒットストップが伸びているところに空中上を叩き込んでいく。あー、斧は低い。急降下に斧を合わせている。さあ2本目、ラナイが取り返していく。リプレイお願いします。一進一退の攻防。さあ3本目、ラナイが取れば優勝決定。アースが取ればカウントリセットの上、最終決戦じゃない、本当の最終決戦に突入ですね。さあそれではグランドファイナル3本目、アースラナイ。さあ第14回スマバト保有、これが最後の試合になってしまうのか。まだまだアースが首の皮を1枚つなげてくるか。ステージは戦場。さあジャク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 と固めていく。シールドをしっかり削った上に、ジャクのね2段目3段目というか連打部分をしっかり当てて6ダメージジャック稼いでいる。さあハニマジャクジャクから、おっとジャクジャク、さあジャク、さあピット引きながらの空中前攻撃。もっと DA を出すが、まだ村人地上にいなかった。秘書の奇跡で離れるが、ただここは近道下投げから空した地動き横強。技の選択が的確だらない村人。さあスピッチを一旦距離を取って、空した先端を狙っていくが、これはジャスカからダッシュ掴みで村人を反撃していく。さあ火を植えて、おっと空下で反撃。さあジャックジャックからダッシュで様子見、一旦距離を取って DA を狙っていきたいが、ここは村人が空下を刺していく。さあ掴みを狙うが、これ逆ですね。さあしっかりそういうミスを見逃さない、アスピット DA を刺していく。仕掛けは分かって、おっとニュートラル B で反転。さあこれは空白ガードシャドウのフリーフレームが少ないので村人のガードが間に合っていたが、その後はしっかりアスワガさんを継続していくが、今度は村人のさん。さあこれはどうなるどうなるどうなる、空中前倒す技はないので、とりあえず空前をして状況重視のラナイ村人。さあ空中上を捨てていく。 115% 対 34%、 ラナイ村人がかなり優勢な状況だが、これはまだ分かりません。おっとジャクジャクから炎躊躇なく叩き込んでいった。確定はしていなさそうな感じですが、あそこは迷いますね。回避をするかどうか、そんな迷いを見透かしたかのような炎。さあうまい下りながらの空前で村人の株をきちんと潰しつつ着地をしていく。アスピット、さあジャックジャックジャック、おっとうまい、ジャックから離れたところで下スマを突っ込んでいく。アスピット、あれは仮にガードされていてもピット側のクリアほとんどありません。おっとうまい、下スマとか言ってたら下スマをガードして下キを叩き込むという最大リターン。さあしかし上スマって、アスピット、さあさらに食い寄せて浮かせていく、浮かせていく。さあ上の台に貼り付けて、このままターンを継続していきたいところ。掴んだ、うまい上投げ。さあ空中昇狙っていく、ここで食え。さあ上スマ昇狙うが、うまい上スマのスカートところに伸びている、転退して空下断撃。さあ横様素晴らしい、届いている。さあ今のはねギリギリ届かないと見せかけて、やはり届いていたというね。ピットの前を熟知している、アースピット横強でジャックを潰していく。さあ空上から空下うまい、下ないから空中前。さあ 67% 対 12%、 ラナイリードだがまだ分からない。 55% の差なんてこのゲームではすぐに埋まってしまう。さあハニワ、おっとハニワが嫌な位置にありましたね今あれは。さあジャックとジャックが相殺しているが、村人のジャックが早かった。さあ90対12、これは危ないぞ。さあ戻れるが、あーさっき見たこれ危ない。さあこれでね2回同じジャックを食らわないところがアースさん素晴らしいです。今のところでその馬返ししてくれてたら、あーこれはしゃあないなってなるんですけれども、しっかりガードを固めて様子見ている。おっと上様を出て出したところにハニワがヒット、これは危ないぞ。さあ帰れるか帰れるか、よっしゃやばいぞこれは、大丈夫か。さあ人だけでこれは上様シュー溜めてる激戦、優勝はラナイ復帰早々優勝で飾りました。リプレイをお願いします。大会参加